こんにちは。今回は2021年の J1 の順位予想の下位グループ編です。本日は2021年の2月1日です。J1 の開幕まで1ヶ月ほどです。各クラブの補強も終了して、そろそろトレーニングマッチが組まれる時期に突入しましたが、優勝候補と言われるクラブはどこでしょうか？上位候補と呼ばれるクラブはどこでしょうか？躍進するクラブはどこでしょうか？降格候補はどこでしょうか？1月9日に募集を開始した J1 の順位予想の参加者数がちょうど50名になったので、50名の J1 の順位予想をまとめてみました。今回は下位グループ編です。50名の平均予想順位を計算して、15番手評価だったクラブから20番手評価だったクラブを発表したいと思います。今回の動画で名前が挙がった6クラブは今シーズンの J1 で降格候補に挙げられます。それではスタートです。まず最初は20番手評価のクラブです。20番手評価はアビスパ福岡です。2016年以来となる J1 復帰を果たしました。昨シーズンは25勝8敗9分けの好成績で2位になって自動昇格を達成しました。17節から怒涛の12連勝を達成して首位に立ちました。オフの補強はまずまずで、守備陣を中心に補強しましたが、セランティスや上島などが退団しました。J2 でもそこまで得点力が高くなかったチームなので、攻撃陣がどこまで頑張れるのかがポイントになります。50名の福岡の予想順位はこのようになります。18位と予想した人が9名、19位と予想した人が14名、20位と予想した人が13名となりました。1桁順位と予想した人は1名のみです。最も多かったのは19位と予想した人で14名でした。50名の平均予想順位は 17.72 です。2021年の J1 の降格枠は 4.0 となりますが、76.0% に相当する38名が福岡を17位以下と予想しています。降格候補の筆頭と言わざる得ない評価です。2000年以来の J1 残留を目指すシーズンになりますが、前評判は高くないようです。サッカーファンの声を拾ってみると、戦力が整っているとは言い難い。レンタル組が軒並み抜かれたのは痛で、オフの補強がなかなか良かった。5年周期に降格するというジンクスがある。長谷部監督が堅実に戦って残留する。などです。ポジティブなデータを一つだけ挙げてみると、2007年から2019年までの13年間で、開幕前に一番下の評価を受けたクラブは13クラブありますが、そのうちの3クラブは J1 残留を達成しています。具体的に名前を挙げると、2009年の山形と、2012年の鳥栖と2016年の甲府の3チームです。一番下の評価を受けたからといって、必ず J2 に降格するとは限りません。次は19番手評価のクラブです。19番手評価だったのは湘南ベルマーレです。2020年は最下位でした。有力な降格候補と言わざるを得ないでしょう。2020年の成績は、6勝19敗9分けでした。斉藤美月や鈴木斗一などが流出しましたが、ウェリントンや町野などを獲得して、課題だったフォワードの強化には成功しました。若手主体のメンバー構成で J1 残留を目指すことになりました。50名の予想順位はこのようになります。17位と予想した人が10名、18位と予想した人が9名、19位と予想した人が6名、20位と予想した人が12名でした。最も高かったのは9位と予想した人です。ほとんどの人が13位以下と予想しており、下位グループに巻き込まれる可能性は高いと考えられます。50名の平均予想順位は 17.52 です。74.0% に相当する37名が湘南を17位以下と予想しています。福岡と同様で有力な降格候補の一つに挙げられます。今シーズンは降格枠が 4.0 になりましたが、湘南にとってはかなりきつい話です。
福岡の平均予想順位は 17.72 だったので、その差はわずかです。サッカーファンの声を拾ってみると、雰囲気は良さそうなので乗り切りそう、湘南と仙台は厳しいと思う、若手のタレントが移籍した穴が大きい、積極的に補強したが主力放出が痛で、いくらなんでも主力を抜かれすぎた、などです。次は18番手評価のクラブです。18番手評価は徳島ヴォルティスです。2014年以来で2度目の J1 昇格を達成しました。2020年は25勝8敗9分けで見事に J2 を制覇しました。ただロドリゲス監督が退任してしまいました。ポヤトス監督の手腕に注目が集まります。ポジティブに考えられるのは主力の流出がほぼなかった点です。逸材の藤田ジョエルチマを獲得できたのも大きなプラスと言えます。50名の予想順位はこのようになります。最も多かったのは19位と予想した人で12名でした。16位と予想した人が7名、18位と予想した人が8名、20位と予想した人は11名でした。8位と予想した人が1人います。50名の平均予想順位は 17.30 位です。 66.0% に相当する33名が徳島を17位以下と予想しています。19番手評価の湘南や20番手評価の福岡との差はごくわずかです。前回 J1 だった2014年は3勝26敗5分けと惨敗を喫しましたが、クラブ史上初となる J1 残留を目指します。サッカーファンの声を拾ってみると、2014年の二の舞は考えにくい、 J2 王者は残留するケースが多い、監督を引き抜かれたことが痛い、駒はいるが点がなかなか取れなさそう、ディフェンダー陣は個人能力では厳しいと見える、などです。次は17番手評価のクラブです。17番手評価となったのはベガルタ仙台です。17位からの巻き返しを図るシーズンになります。2020年は6勝18敗10分けで17位と低迷しました。財政難もあって長沢や椎橋などが流出しました。木山監督が1年限りで退任して手倉森監督が復帰したのはサプライズでした。クラブの未来のためにも J2 には落ちたくありません。田中将大投手の復帰で盛り上がる東北楽天ゴールデンイーグルスには負けたくないところです。50名の予想順位はこのようになります。最も多かったのは19位と予想した人で14名でした。次に多かったのは17位と予想した人で10名です。18位と予想した人は7名、20位と予想した人は6名でした。一桁順位と予想した人は1人もいませんでした。50名の平均予想順位は 17.24 位です。 74.0% に相当する37名が仙台を17位以下と予想しています。同じく有力な降格候補の一つに挙げられますが、手倉森監督の復帰はポジティブなニュースと言えます。手倉森監督の復帰によって重苦しい空気は一掃されました。2013年以来の仙台復帰となります。サッカーファンの声を拾ってみると、今年の J1 のダークホースはベガルタ仙台、財政難で主力を放出した、手倉森監督がきっちり仕上げてくると予想、今シーズンも低迷すると予想、手倉森マジックで降格は免れそう、などです。ポジティブなデータを挙げてみると、2007年から2020年までの14年間にJ1 に在籍した経験があるクラブは30クラブありますが、開幕前の平均予想順位と最終順位の差に注目してクラブごとに平均値を出したところ、仙台はプラス 1.31 になります。これは30クラブの中では4番目に優れた数字となります。差の平均値のトップ10を書き出すとこのようになります。最も優れているのはマリノスでプラス 2.09 となります。2位は広島、3位は鳥栖、4位は仙台、5位は新潟、6位は甲府、
7位はフロンターレ、8位はセレッソ、9位は大分、10位は札幌となります。仙台などここにランクされるクラブは過小評価されやすいと言えます。前評判よりも高い順位でシーズンを終えるケースが多くなっています。次は16番手評価のクラブです。16番手評価は横浜 FC です。2020年は9勝19敗6分けで15位と健闘しました。松尾や斉藤光輝や小林勇樹など若手が奮闘しました。オフの移籍市場では渡辺和馬や高橋秀人や伊藤翔などベテランをたくさん獲得しました。クラブ史上初となる自力での J1 残留を目指します。50名の予想順位はこのようになります。最も多かったのは15位と予想した人と17位と予想した人で9名でした。その次に多かったのは18位と予想した人で8名です。8位と予想した人と9位と予想した人はいずれも1人ずついます。50名の平均予想順位は 15.52 です。 42.0% に相当する21名が横浜 FC を17位以下と予想していますが、17番手評価の仙台の平均予想順位は 17.24 なので、横浜 FC との差はかなりあります。横浜 FC の残留を予想する人は少なくないようです。ちなみに2020年の開幕前は一番下の18番手評価でした。サッカーファンの声を拾ってみると、積極補強でどこまで勝てるか期待、残留争いはしないんじゃないかな、いいサッカーをしている、残留はできそう、斉藤光輝や一味や七の遺跡は大きい、攻撃の補強はできたが守備面が不安などです。次は15番手評価のクラブです。15番手評価だったのはサガン鳥栖です。若手のさらなる台頭が期待されます。2020年は経営危機問題とクラスター発生が話題になりました。難しいシーズンになりましたが、最終成績は7勝12敗15分けで13位に入りました。2020年の平均年齢は 24.81 歳でしたが、これは J1 の18クラブの中では最も低い数字になりました。森下や中野や本田風知や松岡など若手の頑張りが目立ちました。50名の予想順位はこのようになります。最も多かったのは15位と予想した人で12名でした。次に多かったのは14位と予想した人で11名です。その次に多かったのは16位と予想した人で7名でした。14位と15位と16位に予想が集中しています。50名の平均予想順位は 15.14 です。24.0% に相当する12名が鳥栖を17位以下と予想しています。下位候補の一つに挙げられますが、残留できると考えている人は多いようです。2012年からずっと J1 で戦っていますが、 J1 経験がありながら J2 に降格したことがない数少ないクラブの一つです。サッカーファンの声を拾ってみると、本田風知や松岡など面白い選手が多い、相良や中野など有望な若手がたくさんいる、いいチームだが決定力に疑問、なんだかんだで毎年残留している、それなりの補充はできているがなどです。ポジティブなデータを挙げると、初昇格となった2012年の開幕前の平均予想順位は 16.72 でした。一番下の評価でしたが、最終順位は5位と大健闘しました。その差はプラス 11.72 でした。2007年から2020年までの14年間で J1 に在籍したクラブは252クラブありますが、このプラス 11.72 というのは252クラブの中で一番上となります。下馬評を覆して好成績を残した実績があります。ちなみにプラスマイナスの数値のトップ10はこのようになります。1位は2012年の鳥栖で
プラス 11.79 位です。2位は2012年の広島。3位は2008年の大分。4位は2018年の広島。5位は2019年のマリノス。6位は2011年の仙台。7位は2020年の名古屋。8位は2011年の柏。9位は2012年の仙台。10位は2013年の新潟となります。広島が2つ、仙台が2つランクインしました。2012年の広島というのは森保監督の下で初めての J1 制覇を達成したシーズンです。昨シーズンの名古屋はプラス 8.22 で7位にランクインしました。15番手評価から20番手評価だったクラブは以上です。まとめるとこのようになります。15番手評価は鳥栖で 15.14 位、16番手評価は横浜 FC で 15.52 位、17番手評価は仙台で 17.24 位、18番手評価は徳島で 17.30 位、19番手評価は湘南で 17.52 位、20番手評価は福岡で 17.72 位となります。このあたりのクラブが残留争いに巻き込まれる可能性が高いと言えますが、仙台と徳島と湘南と福岡の差はわずかです。いずれのクラブも平均予想順位は17位台となります。少し離れて15番手の鳥栖と16番手の横浜 FC となります。鳥栖と横浜 FC も降格候補に挙げられます。2021年の J1 の降格枠は 4.0 なので、シビアな戦いになるでしょう。今回の動画は以上です。次回の動画は J1 の注意グループ編です。8番手評価だったクラブから14番手評価だったクラブの発表になります。見逃し防止のためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。最新の動画は毎日夕方の18時ぐらいにアップしています。このあたりの時間帯にチェックしていただけると幸いです。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。